はい、Hi, みなさん、こんにちは。イノウイです。最初の A&B の语法解釈、主体是、に対して、跟にとって。好。这两个、也是常常方程中で、针对某某、或者对于相对的、等等很多学生、搞混。所以、这次我有整理起来。大家多比较看看、了解各个用法。好。那、讲一 PDF 欄我放在審明欄、大家可以自己練緯。好。那、大家看完觉得有用、有学到。麻烦、放、按讚、或者訂閱我的频道。 なおめかす、さんか。あす、おんかあの先生は、生徒に対して、とても厳しい。あの先生は、生徒に対して、とても厳しい。ねがらおす、とい、学生、へん、えんが。てやにとって、家族が、一番大事です。私にとって、家族が、 一番大事です。对我而言家ャ是レン最重要的。好。那我们先看一下、に、対して、的用法。に、你対して主要有两个意思。先看第一个全對、某某的用法。好那通常名词ジに、対して。好。看一下例子あの先生は、生徒に対して、とても厳しい。 那那个个老师对对学学生生很严格嗯就是针对于学生好那看第二个例子私は政府に対して不満を持っている。私は政府に対して不満を持っている。我对政府呢有不満。所以、针对、对某某、那种意思。那第二个用法是、相对于、就是对比的用法。 好。那、ん <noise> 常<楽>、普通しじゃ、のに対して。うん。那、民族、信用、どんず、ジョすなのに対して。あ <music>、感謝率。兄は、背が高いのに対して、弟は、背が低い。兄は、背が高いのに対して、弟は、背が低い。相というなが、だ得很高。弟弟、很愛。うん。あけ、じょジョス、比较。<music> な那、第二が 今、日本は夏なのに対して、オーストラリアは冬です。今、日本は夏なのに対して、オーストラリアは冬です。現在、日本是夏天。相対的、澳洲是冬天。所以、に対して、就是对某某、或者相対于某某那种、来る。那麺看一下練習問題。第一个他对每个人很好。 第二个对客人请用禁语第三个我爸很温柔。相对的、我妈很严格。好、那大家可以把影片暂停稍微想一下。好、那看一下答案。第一个他对每个人很好。彼女は、みんなに対して優しい。彼女は、みんなに対して優しい。对大家温柔。 OK. はなかん、ディア对客人の、禁用禁輸。好客人。お客様に対して、敬語を使ってください。お客様に対して、敬語を使ってください。好。那第三个。我爸、很温柔。相对的。我妈、很严格。父は、優しいのに対して、母は、厳しい。父は、 優しいのに対して、母は厳しい。んすしゃんとえ、とえ、ぴーだよん、ファ。な、れつかんいしゃ、に、とって。に、とって、す、とえ、もも、あいえん。な、んさ、みんつ、に、とって。かんいしゃ、りつ。わたしにとって、家族が一番大事です。 对我而言。对我来说。家人是最重要的。あ、那第二个。この問題は子供にとって難しい。この問題は子供にとって難しい。这个问题呢。对小孩子而言。很難。うん、OK。第三个。あなたにとって仕事とは何ですかあなたにとって仕事とは何ですか 嗯，对你而言，工作的意义是什么？嗯，所以你都得是对某某来说那种。好，那看一下练习問的。第一个，对我来说，时间最重要。第二个，对外国人来说，学日文很难。第三个，对你来说最重要的东西是什么？好，大家可以把影片暂停，稍微想一下。好，想好了吗？看一下。 第一個。对我来说、時間最重要。私にとって、時間が一番大切です。私にとって、時間が一番大切です。Okay. 好第二個。对外国人来说、学日文很難。外国人にとって、日本語を勉強するのは難しい。外国人にとって、 日本語を勉強するのは難しい。好第三個对你来说最重要的东西是什么好あなたにとって一番大切なものは何ですかあなたにとって一番大切なものは何ですかそれが不難嘛、对某某而言。好。那我们看一下综合練習选選题。好。大家可以暂停学好答案。 あはる、ま、だ政府は環境問題に対して新しい政策を発表した。政府は環境問題に対して新しい政策を発表した。政府は、全退、环境問題、就、ファービアは死うん、所以、対して。 お肌にとって大切なのは睡眠です。お肌にとって大切なのは睡眠です。あ、で、皮膚、え言、对皮膚来そう、最重要です。睡眠。对皮膚来そう、睡眠很重要嘛。はい。それとって、す、全确。第三个。私は台湾が好きなのに対して、妻は日本が好きです。 私は台湾が好きなのに対して、妻は日本が好きです。うん。じゃ我喜欢台湾。相对的、老婆是喜欢日本。好。这个是对比的要素。じゃあ、のに対して。うん。対してです。全然。好。那第四个。彼は私の質問に対して何も答えてくれませんでした。彼は 私の質問に対して何も答えてくれませんでした。他は、对、我問的な問題、何も答えまうん。所以、それは正確です。して是正確です。最後、稍微分析一下。好你対して主要有つの用法。1つは、正確、某某第二つ用法是对比相対于某某 にとってす、对、ももいえ、しゃ私にとって、あなたにとって、肌にとって、だんだん。ぜひね、オファー。な大家、多看例句、然后、尽量自己也早句看看喔。好。那今天だか、到びんバイバイ。